はい、どうもこんばんは、大キャノンです。ですね、なんとローソンが今とんでもないことになっております。前からねちょっと鬼滅のなんか食べ物あったんですけど、なんとなんかすごい増えてますね今ね。なんかツイッターとかでもみんななんかつぶやいてる人もいますけど、というわけでちょっと今日帰りにローソンに寄って買っちゃいました。はい、まずはですね、この唐揚げくんです。唐揚げくんの、見えないかな、唐揚げくんのですね、はい、焦がしバター醤油味ね、この鬼滅の映画のページもあって、ね、10月16日公開、金曜日です、公開っていうのも書いてますね。まあ、正直焦がしバター醤油がどうかあるか、まあ、焦がしっていうのが煉獄さんにね関係があるんでしょうか。そしてなんと鬼滅の刃山かけうどんっていうことで、カードがついてますね。カードどこですか。妻善逸のこれ何の服装ですか。現代人になった時の服装。あ、ローソンなんですかこれ、もしかして肉まん食べてるの、もしかして。はい、これ温めなきゃいけないですか。温めるみたいですね。そして、煉獄教授寮のジャンバラやおにぎりと、煉獄さんが、ジャンバラを好きというプロフィールないんですけど、たぶん炎なんで、はい、いいなんじゃないかなと思います。では今日の晩ご飯はねこれです。まあちょっと多い感じもしますけど、私今日はまだ朝に、チーズとサラダ、そしてなんと給食は煮込みハンバーグしか食べなかったんで、そこから一切何も食べてないんでね、もう全然今日摂取できるカロリーはまだまだあり余ってますんで、はい、これでも多分大丈夫と思います。じゃあ早速山かけうどんを温めて食べてみてください。はい、では、鬼滅の刃山かけうどん温め終わりました。よいしょ、熱っ、ね、おお、黄身がなんかいい感じに溶けて、なんかねいい感じですね。これ白身、こんな、しかも味が、あれこれあれか、とろろか、白身じゃない、とろろですね、これ白身じゃなかったですね。では早速ね、今日の晩ご飯持ち込みます。ジャンバラヤもね出してみましょう。なんかこういうねやっぱね、なんか煉獄さんを切っちゃうとなんか悪い気がするんですよね。けど切っちゃう。切っちゃいました。これおにぎり出しちゃう。おにぎり出しちゃって、これですね。辛いんでしょうか。はい、じゃあいただきます。いただきます。このね、混ぜたい派なんでね、いただきますね。早速うんうんうん、いい感じに温まってますね。バターですね、当たり前だから。ジャンバラヤをね食べますよ、ね、うんうんうん、うんうん、でもそんな辛くないですね。
でもなんか煉獄さんの炎を見るとめっちゃ辛そうに見えるんですけど、まあそうでもないですね。まあこれもね、やっぱ子供たちも食べると思うんで、そこまで辛くはしないでしょう。いや、これね、卵とトロと絡めて、あ、美味しい。いや、僕どっちかっていうとね、蕎麦派なんですけど、まあ、でもなんかうどんもいいっすね。やっぱなんか麺でいいよね。音立てて食べたいっすね。なんか賛否両論ありますけど、音立てて食べないと美味しくない。美味しい。うん。これいいですよ、この組み合わせ。ジャンバラヤと唐揚げ、かわいくん焦がしバター醤油味、いや合います。いや、映画楽しみですね。なんか上映会が多すぎるっていう、なんかツイッターでトレンドになってましたけど、あれかな、もしかして上映会少ないと、なんか人が集中しちゃって密になるからじゃないですか。そういうの考えてるんじゃないですかね。まあ、鬼滅はすごい増えるだろうっていう、そういう予想でね。うん。まあ、そういう意図ならね、全然いいですけど。あれですね、なんか金曜日、なんか会社休む人とか学校休む人多そうだな。うん、あ、うまい。なんかこれコンビニのご飯ってだいぶクオリティ上がりましたよね。昔はね、自炊の方がいいみたいなこと言われたこともありますけど、果たして自炊の方が経済的なのかというのも疑問ですし、栄養なんか特にね、もちろんそれは栄養士さんとかだったらちゃんとした自炊でね、素晴らしい栄養のご飯作ると思うんですけど、素人だとね、むしろコンビニの方がちゃんと野菜とか入ってるんでいいんじゃないですか。うん、とろろ美味しいですよ、マジで。うん、私もね、金曜日に早速予約しましたんで、レイトショーですかね。もちろん私は仕事をちゃんとやってるから行きます。レイトショーの席は予約しました。と仕事をしてやってから行きますか。なんか、いや、だしマジ美味しい。だしが美味しくないとね、あのうどんっていうのはね、美味しくないんで。唐揚げ、
うまい。全部飲んじゃった。とろろは多分体にいいはずだ。いやー美味しかったです。なんかね、すごいね、まあ、鬼滅だったから買ったっていうのは、まあ、正直なところなんですけど、非常に美味しくて、今日の晩ご飯大満足でした。なんかね、焦がしバターはね、まあ、バター結構好きなんで、すごい良かった。ね、ジャンバラヤもね、なんか程よい辛さで、食べやすかったです。何よりこのね、山かけうどんもすごく出汁が美味しくて、とろろも最後までね、食べちゃいました。まあ、鬼滅商品ね、まだたくさんあったんで、ちょっと、全部やっていこうかな。ローソンの鬼滅商品。鬼滅関係の、食べ物を、どんどんね、ちょっと買って、ちょっと映画までに、制覇するぐらいの勢いで、アップしていきたいなと思います。それではですね、皆さん、鬼滅の刃、無限列車編、16日金曜日から公開ということなんで、楽しみにして、今週末を待ちましょう。そして、私のカウントダウンショドーアートも、ぜひ、ご覧ください。もし、これを見て、なんかちょっと面白い YouTube やってる人がいるなと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、ごちそうさまでした。バイバーイ。